まずポイントとしてはですね、人のバランスをとって、立てる車両、バランスを取れる車両というところが一つのポイントかなと思います。ラストワンマイルの近い距離での移動というところで、ちょっと目に楽しくといったところが使い方かなと思っています。 LMW 機構を使うことによって、傾きながらも、止まった時には人のバランスを取れるというところがポイントかなと思っています。面白さというのはやはりその曲がっている時に自分の体の一部に扱うという気持ちよさ、たぶんさっぽりとあるんじゃないかなと思います。デザイン的なところで言うとですね、男性でも女性でもいろんな方が乗っていただいて、その客姿に合うようなところというのは意識したところだと思います。この車両をきっかけにですね、より多くの方にその移動の楽しさとか面白さっていうのを知っていただければということを思っています。